トイレ発売。これタレじゃない？違う。本当はご飯に乗せて食べるものだけど、ご飯食べないでしょ。だから一応具だけ。うん。うん。美味しい？うん。色からしてさ、当たりの色。美味しいこれ。美味しい？あね、大豆ミートの。だけ食べても、うん、美味しいよ。美味しい。先生のさ、あのさ。言い方って変わるよね。変わるよ。だって嫌じゃない？ほらみんなこっちですよ。おいでおいでおいで。で小学3年生になってよ。おいで。あーよくできたー。よくできたー。じゃあここで分かる人。はいどうぞー。嫌じゃない？よくできましたもんね。イエーイ。イエーイ。今日蓋が引っかかってようやく食べれるやつ。どういうこと？豆苗をねボウルに入れてチンしようと思ったら、なんかボウルより二回りぐらい大きい蓋をかぶせてチンしたんだよ。ああ、ギュッてなったんだ、うん、で密閉した状態で完全にやったらほら、なめって書いてあるんだよ。爆発したりするじゃん。だから少し開けなさいって出るじゃん。完全に塞いだらダメだもんね。でもさ、石鹸を、うん入れたらなんかでっかくなるみたいだよ。でかくなるっていうか膨張するのかな。でも大きくなってほら物が石鹸が増えるってことはないからね。だってさ、もし増えたらさ、お父さん石鹸を始めるチンしてどん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 大きくしてさ、切っていってさ、また入れてチンってしてさ、切ってまたさ、切ってチンってそれしよっか、うん、石鹸屋さん電子レンジいっぱい買ってさチンチンチン石鹸屋さんやろ。じゃあ名前決めよう。ピラピラ石鹸ピラピラ石鹸ピラピラは何から決める？石鹸石鹸増えてるかな。めっちゃ笑ってるよ。ある日の午後、ね、あのこれチワワチワワチワワ触っていいよ、ほらほら